第22回目でございます。今回は、前回の最後の方に、お話をさせていただきました時和津の郭八景をご覧いただきたいと思います。それでは時和津郭八景です。どうぞご覧ください。Oh.
したでしょうか。今回は前半部分といいますか、半分ぐらいまでをご覧いただきまして、次週この続きをご覧いただこうと思っております。でこの時は図の、ね、車発見なんですけども、私多分27か8ぐらいに一度、回していただいたっきり、待っておりません。あの稽古では何回も皆さんお弟子さんに教えたりはしてるんですけれども、でやっぱりどっか苦手なんですよね、江戸の吉原とか言われると。でもまあ、あの近江八景の言葉が出てくるとちょっとホッとするかなっていう感じの曲になっております。また来週どうぞご覧ください。前回前々回ぐらいから、概要欄の方に貼らせていただいております、御用会の、配信ですが、いよいよ11月8日からでございます。何卒よろしくお願いします。そして第2回玉五郎の会の配信も何卒よろしくお願いいたします。本日はご視聴ありがとうございました。